くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあということでやってまいりました。70日ぶりの再会、再会の場所はここにしようということに決めておりまして、なんと本日から営業再開ということでやってまいりました、東京タワーはい、クルチョもステイホームから、緊急事態宣言が、1時間以上されまして、今日は、チョモから呼び出しを受けました。その場所がなんとこちらです。じゃじゃん、東京タワーということですね。今から東京タワーに登るので、上のね展望デッキで待ち合わせしようということで、エレベーターは使えないみたいで、ソーシャルディスタンスでね、外階段のみの営業なので、頑張って登ってね、くるちゃんと70日ぶりの再会を果たしたいと思います。ということで行ってきます。さあ、じゃあくるぶしも行ってまいりたいと思います。レッツゴー。ちゃんと再開しに頑張って登ってみたいと思います。行ってきます。スタートしました。なんところ当たり前ですけど全然余裕です。ジャパニーズ譲りで、175段を超えたあたりですけど、どんなもんかな、あと何段あるんやろ。この上には相方のチョモちゃんが待ってるということで、もう少しちょっとだいぶきつくなってきましたけど、頑張ります。ひえ、うー気持ちいい、最高。307段きつい、きつい、きつい、よいしょ、よいしょ、291段、291段、そろそろ350段、50段に差し掛かりましたね。さあ、こんな感じでどんどん展望台が近づいております。クルちゃんも今頃頑張って登ってるのかな。早く会いたいよクルちゃん。どこだ、邪魔、あとなんだ。だいたい全部で600段ぐらいってことなので、あと150段ぐらいですね。あと150段登った先にはクルちゃんが待ってるのか、俺の方が先についてるのか、どうなるか分かりませんけれども、
ちょっと楽しみになっていきましょう。あ、そしてついになんか483段を迎えるにあたって屋内に入ってきましたね。これはもうそろそろゴールが近いぞ。頑張ります。うー、500段ちょっと舐めてた。ガチめにガチめにきついぞこれ。展望デッキに着きました。くるちゃん来てるかな。おーなるに入れたエネマグラ、痛みの先に新世界